ボルどうも、大分の高っち親方です。今回は野球の話題です。野球ね、ほんと今盛り上がって面白くなってきましたね。プロ野球がね、交流戦。で、ね、横浜ね、強いですし。で、また私のね、地元では九州アジアリーグ、独立リーグも今年から動き始めました。そして、ね、高校野球ももう各地でですね、いよいよこう、夏の甲子園に向けてですね、面白くなる時期となりました。 私自身もですねずっと小中高と、まあ、野球部やですねその野球クラブに、まあ、大体通算8年ほど所属しておりましてそしてですね大学社会人ではまあ何回か、えーまあ、レ,クリレクリエーションがてらいにですね、えー、野球しているという状況でございますもうとにかくですね最近はあの私も高校野球や九州アジアリーグなどを紹介しててたくさんですね反響いただいてありがとうございます とということでですね、今回この野球がやっぱり人気だということでですね、えー、私考えました。えー、企画です。じゃん。野球部あるあるああですね。まあ、野球部にですねこう所属していた人にですねあこういうことあるなとかああわかるわかるってね共感していただけるネタをですね、まあ、まあネットで探したりとかですね自分で考えたりをしてですね、えー、ご紹介をいたします。 ですねまあ、まず最初にですね一般的なものを7つそしてですねもう一個まあちょっと親方ならではのものもねやっぱあるといいかなということでまあ簡単に言うと私、まあ、太ってます。<laughs> あの野球部の時から、まあ、いわゆるメタボで体格が大きかったのでまあメタボな選手あるあるこれもですね考えました。 え全部で12個あ、ね、あるあるネタがございますもちろんこれが全てではございませんしいろいろ各皆様におかれましても、えー、あるあるネタがあると思いますが、まあ、少しでもです、ね、野球部出身の方には「あ分かる面白いなと」と、ね、野球部出身でない方もです、ね、あこういうこと野球部あるんだなと何かです、ね、参考になってそしてです、ね、野球がよりです、ね、面白くとか。 ですね、盛り上がって感じていただけるような企画をね考えましたのでどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。えー、一つ目、試合合後、トンボの取り合いになる。ブラシは甘え。ということで皆様あのトンボまあトンボなんです発音が難しいんですけれども、えー、この整備道具ご存知でしょうか T d になっています。画像にも載せてますけれども、えー、金属が木製のですね、T 字の,あのグラウンド整備する、鳴らすですね、道具です。これですね、あのー、試合後にで、ねね、奪い合いになるっていうのをご存知でしょうか。これ、あのー、いくつかあるですね、高校野球のあるあるネタを見て、これね、一番ね、私がね、あーってこう、共感したというか、これあるなというふうに思いました。えー、この練習試合の後にですね、なぜ、じゃあこのね、 トンボというね整備道具奪い合いになるのでしょうか考え中考え中終わりこれですね正解は簡単に言うと、えー、これで、ね、整備しないと監督から怒られるからなんですねこれねほんとねどこのね監督ねチームもそうなんですけれども、えー、整備をサボると「ほらお前ちゃんと整備せんか!」とかね「ちゃんと試合なんても大事だぞ!」って言って怒られるんですねですからまあ整備をねまあ半分正直まあもちろんね そういうね自らやることも大事ですが半分は恐怖心から来てるわけですよ。でしかもグラウンド整備のこのねトンボ、ね、道具って限られてますからもう争奪戦なんですよね宝くじを奪うような感じなんかね富くじを奪うような感じですけれども。ね、でですねこれ一回私中学校の時にあったのがですね,ねそのトンボがない時どうなるかってなるともう一個ですね整備する道具にあのブラシ状のものがございます。 大体いい緑色か茶色のですね、こう、ですね、刷毛がついてるやつなんですけれども、あれで整備する、してたんですね。そうすると、もううちの監督が、これお前ブラシとかでやんなもう楽すんな甘くすんなとか言ったから、ちゃんとお前木製のトンボでやれって言ったから、なんか理不尽に怒られましたね。なんかこう、ブラシはほまあ確かにブラシは楽なんですよ。整備で鳴らすの、後ろからこうひーって引っ張るだけでですね、きれいになるんですけれども、 それがね甘んじるなとかです、ねえーこのね、前後に動かして、ね、鳴らすトンボが、ね、美学っていうのがあるんか知らないんですけどもね、まあ、あのこのグラウンド整備ですね試合後のグラウンド整備っていうのは結構、ね、よくあるある,だあるあるですので、ねまあ、もし覚えておければ幸いです 2>, え2つ目がひとまず誰にでも大きな声で挨拶する。 もうこれあのまあ野球部に限らず体育会系あるあるるだと思いますもうとにかくね「こんにちはよっゃ失礼します!」ってあのー、大きい声であることがまたこれまでた,美,た美徳と言いますかですねえー、挨拶本当つ求められますね特に私の通ってた学校というのがまあ爽やか挨拶というのを掲げてましてもうそもそも学校をあげてね元気よく爽やかな挨拶をしようというもう興奮がありました。 ね、特にその中でも野球部っていうのは本当に率先して挨拶をします。ねとにかくまず学校の先生だったら「おんちゃこおにちゃとかね書いた時失礼しますお疲れ様です!」って言ってもうとにかく声を張り上げてましたね。またあとグラウンドに来た方ですね地域の方とかいろんな方に対しても必ず「おんちゃおんちゃ失礼します!」ってねよく言ってました。 というのもですね、あのー、半分もこれまた恐怖心なんですけれどももしかしたらその、ね、野球部の OB かもしれないということでですねきちんとやっぱ挨拶はしとかなきゃいけないねっていうなんかそういう植え込みも確かにあったかもしれません3番目練習中監督のモノマネをしてビビらせるこれはねもうどこでもねあると思いますしまあどのね世界でもあるかもしれないんですがまあとにかく特にね野球部の中ではもう。 監督ってとにかく怖いもんなんなです、ね、まあどこの世界でも師匠とかね親分ってやっぱ怖いもんでみんなビビりながら正直ねプレイしてるわけですよ。ねそんな中ですねこう監督がいない中で、ね、いきなりものまねして監督のものまねしてね低い声で「じゃあ」 言うとううみんなおっっってててビビってえもも監督来たのってもうこれ小中高通じてそうだったんですけれどもで私ねま実はものまねだったと言われると「これふざけんな」っつってまた怒られるっていうのがねえー、これ大体みんなよくやってましたけれどもねまあほのですねあるあるでもねあったんですけれども大体やっぱこう監督のあですね車のねなんていうか車種とそしてナンバーを覚えてるっていうのもよくねありましたこれもね分かりますね。ももうとにかく監督って怖いもので で私高校の時はですねあの選手ではなくてグランドマネージャー学生コーチの、まあ、男子マネージャーやってまして、まあ、よくあの選,手選手と監督をつなぐ役でこう練習の相談を監督をして,してたんですねでその時監督、まあ、お昼休みにちょっと監督のとこ行って今日の練習を聞いた時にたまに監督が「えー、大変申し訳ないけど今日ちょっと練習出れんけんのもう大変申し訳ない」 って言われててですね。それ聞いた私がまあ、ね、親友なつらで、あ、そうですか、分かりました、頑張ります。って言いつつ、心の中では、うっしゃーってね、ガッツポーズしてました。で、友達にね、その胸に、今日なんか監督が、大変申し訳ないけど、練習出れん、しよったよ、って言ったら、友達が、いや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 、もう、とんでもないです、もう、喜んでーねー、ね <laughs>、とか言っててね、ほんと監督って怖いっていう存在がね、ありますけれども。 ま、この後実は後半で的にのあるあるでも出るんですが、えー、私自身ね、まあ、正直、違うところでも監督に似てるということで、よくビビね、部員からビビられていた存在でした。四つ目、ノック、守備練習の最後のキャッチャーフライが一番の腕の見せ所。ね、あのー、最後ですね、こう、まあ、とか、だいたい守備練習ですね、あのー、バッターがね、ノッカーという人がボールをね、打って、ね、守備の練習するっていうのは、ま、定番ですけれども、これはあのー、 まあ、例えば試合前のシートノックもそうですし、普段のそのね、ノックの守備練習の時もそうなんですが、だいたい最後はですね、キャッチャーフライを上げて終わるんですね。あのー、ノッカーね、打つ人が、もう真上に垂直にパーンってね、ボール打ってね、それをキャッチャーが取るという練習なんですけれども、このね、キャッチャーフライがね、本当あのー、一番腕の見せたところというか、難しいところでもあり、これがね、 きれいにパーンってね、真上に上がったらほんと気持ちいいんですよ。で、私もですね、まあ、あの、学生コーチね、さっきやってるとね、申しましたが、高校の時はずっともうノックを打ってまして、で特にこのキャッチャーフライが私一番ね、好きでした。難しかったんですけれども、で、私の場合はですね、あの、とにかく、まっすぐよりも、 とにかく、空に向かって、パーンってね、どんだけ高く飛ぶか、そっちの方に意識してました。だからね、まあそもそもね、大振りするんでね、空振りもしますし、えま、ー、っすぐ上がらないんですね。えー、まあもともとね、このキャッチャーフライってかなり難しくて、なんかコツはあるらしいんですけどもね、利き手の肩の真上にトスを上げて、少し腰と膝を落として、で、真上にパーンとね、バンと振るとですね、まっすぐ上がるっていうんですけれども、 最初は私それでできてたんですけど、だんだんできなくなったんですけれども、えー、このですね、キャッチャーフライって本当に難しくて、いろんなところセンター方向とかね、あの、セカンド方向に行くので、だいたいシートノックで最後ね、あのー、キャッチャーフライを上げるときは、一人、まあ、二遊間、もしくはピッチャーマウンドのところにですね、一人置いてみはミス処理ですね。打ち損じを取る逆を入れるのがもうだいたい基本ですね。しかも二人とか三人とか置くときは結構あります。 ですのでですねあのもし野球ねこれから見られる初心者の方はですね最後この守備練習した時の最後キャッチャーフライねきれいに上がってるかとかねもし失敗した時どういう風に選手が動いてるかって見るとちょっと面白くなるかもしれません、えー、5回の表で,ですけども5番目ベースを置置く位置の探しし方が難しいこれあのよくあるんですけれどもあの、まあ、野球のですねベース、まあ、1塁2塁3塁にこう大体置くんですね まあ2種類ベースの置き方がありまして1つがこう穴にはめるタイプこれがまあ一般的ですねまあもう1つはあと置くだけですねブルーレット置くだけじゃないですけれども置くだけポンポンポンって置くだけのやつがあるんですねこれ共にですねまあ目印というのがありますまあ穴にはめるやつはたいこうキャップがしてありますこうえのきだけみたいなキャップをしてますしえー でですね、もう一個あの置くだけになるとこれ大体いい緑色とかですねなんかこうこのまあ置く式は大体野球専用じゃないグラウンドで多いんですけれどもでこ、まあ、一応ね穴が開いてるとか目印があるとはいえもう特に古いグラウンドとかになるともういっぱい土がかぶっててで目印もボロボロになってて本当わかんないんですよ。どこにあるんだろうと ね、特に置くやつのやつはね穴がないわけですからもう目印こうね地面に浮いてる紐しか参考にならないのでこうたまに置いててこれほんと合ってんのちょっと近くねとかよくありますこれ実は。あと余談ですけど、まあちょっとここ書いてないですけれどもこうあとその試合前のこうね街道作りで言うとあのライン引きですね石灰のライン引くのがうまいやつこれいますね。 えー、羨ましいですし、いでですすこれねライト線ねレフト線綺麗にピシャーってまっすぐ引けてるっていうのもかっこいいですしねバッターボックスの四角も綺麗いな、ね、長方形になってるかっていうのが腕の見るところなんですけれども,もう私はこれねまっすぐ行くのがほんと下手くそであの高校の時一回あの引き直ししさせられました監督から「お前こうファーストこうファールこれもう引き直せん」って。 はいわかりましたって言っ一こう全部トンボでこう土ライン消して土で埋めてまた引き直したっていう苦い思い出もあります、ね、このグラウンド整備関係ね先ほどの試合後もそうですしこの試合前のメイキングってところもですね結構野球場あなんはもっと他にもありそうな気がしますさあ6つ目ですね冬は意外とサッカーやバスケットボールなど他の球技をして楽しむ。 これも、ね、よくあるあるですしまあ他の部活動でもあるかもしれませんあの冬になるとですねこうまあ特に野球はシーズンオフですのでまあ体力づくりとあとね仲間親睦をね深めるためにこうサッカーや、えー、バスケットボールやること実はありますもちろんこれね結構楽しくて人気なんですよただ中学校の時のやつはですね割と結構ただきついねトレーニングもかけ兼ねたサッカーやバスケットボールしてましたねえー、まあちょっと 詳細はもうちょっと長くなんで言いませんけれどもまあトレーニングサッカートレーニングバスケットというふうにことをやってましたねこれ冬メニューね冬のならではな感じがしますねこれ小中コートやってましたねで小学校の時1回だけですねラグビーをしようとで実際そのね球場の芝生の上にラグビーしようとしたんですがちょっとあまりにもタックルが危ないということでもう1回でおしまいになった記憶がございますさあ7つ目まあ一般的なあるあるはここまでですね、えー 陸上部よりも足が速いやつがいるね。これあのー、他のやつでもあのー、あるあるでも実はあったんですけれどもよくよく考えて私の高校時代それありましたね。あのー、高校のですねまあ、マラソン大会競歩大会ですね。まあ、私は通ってた学校というのはもう大分県に一番過酷とは言われてましたね。えー、距離が男子ね1年生男子 40キロありますすほぼフルマラソンで,すでしかも九十高原のちょっと標高の高いコースを通るのでまあ大変でそれでですね一度ですね一つ下の学年がですねの1位がなんと、えー、野球部のやつだったんですね後輩が1位になって陸上部が戦々恐々としたという、ね、ことがありますけれどもまあね野球まあ短距離と長距離と、ね、ありますけれどもねそれぞれやっぱね結構野球も足ね。 走って鍛えることも多いですからねやっぱやなんだかんだでいいねまあ陸上部もすごいですけど野球部もね結構足の速いもう私自身は本当走るのが大嫌いだったんですけれどもただもし私がその野球部を作るとすれば目指す野球はその走る機動力野球ですねとかねあのバントとかヒットエンドランとか足をでめた ね、野球ももししますす練習もこう足を速くするとかね持久力をつけるようなそういうなんか正直自分ができないことを、まあ、ある意味ね後輩たちにこう頑張ってほしいなっていう気持ちで私は、ね、そういう走ることを、ね、目にしてますけれどもまああのー、高校の時はそうでしたけれどもあと小学校中学校の時私の、まあ、田舎だったんで陸上部っていうのはなかったんですね、まあ、中学校の時時にに夏にこう臨時で陸陸上上部部部野球兼とかね。 ね、剣道部兼陸上部っていうのをやってたぐらいなんですけれどもまあずっとですねあのー、まあその校内の小,小学校中学校と、まあ、9年間あったマラソン大会、ね、大体1位になるのはもう同じ決まった人ですねしかもや,やっぱり野球部のでエースだったんですけれどもね、えー、もうずっとやっぱ野球,、ね、野球部が1位になってた、まあ、他の部活がなかったっていうのもあるんですけれどもね、えーまあ、その彼もですね今は中学校の先生になって野球部もね教えてますけれども。 ね、こう野球がねやっぱ打っていうのはやっぱ結構鍛えてるからですねもしかしたらねこう足とかもしかしたらパー面でも,もしかしたらすごいとこあるかもしれませんしけどやっぱなんだかんだ陸上部とか他の部もやっぱすごい頑張ってて強いなってまあだから切磋琢磨というふうな意味でですね同じグラントでずっと3年間高校時代やってね練習してました以上がですね一般的な野球部あるあるでございますで後半戦第2部に入りますえー、ここからはですね あのメタボな選手あるあるというのをご紹介いたします。えーまあ、とにかく、私も体格がもう大きいもんで、えーまあ、小・中・高とやっぱり大きかったですね。まあ、小学校の時はまあ中二区ぐらいだったんですが、だんだんと中学校。なれても、ね、大きくなっても。高校三年生の時、高校三年夏。まあ、選手ではなかったんですけれども、まあ、とにかく体格が大きくて、当時が百七十四センチの九十三キロでしたね。 え今そっからです体重はもう愕然と増えましたし身長もまあ1センチだけ伸びてるんですねまああの高校野球の中ではそんな1 7 5センチってそんなに高くないんですけどまあ割とけど大きい部類でもありましたですのでまあ結構ねあの小中高と体格が大きい野球部員ということでですね私も活動してきました、えー、ということでですねそういう体が大きい ですね、えー、野球部員あるあるをですねこれから5つご紹介いたします、えー、まずですね投資番号8番でいきますと「キャッチャーしてたでしょ」って言われる率ほぼ100%これほんとよくあるんですよ、えー、私野球やってましたと言うと大体「あんた絶対キャッチャーしよったでしょ」ってほんと言われますねもう何十回と聞かれて大体1人いやもうほぼ全員ですね キャャッチャーでしょっていうもう太った人イコールキャッチャーっていう定番になってますけれども <laughs> そんな私実はどこ守ってたと思いますか、えー、実はですね私外野手なんですねもともとライトを守ってました、えー、まあ厳密、まあ、これ余談ですけどまあ野球やってた当時もう正直太ってましたよけど今よりかまだだいぶ絞ってましたかなり絞ってましたよでですのでまあ 若今よりか若干ウケるかなぐらいでした。でですね、えー、ちなみにちょっとまあ大きくなりだしてこえてからですね大学と社会人になってからはちょっと、えー、ファーストに,にやることも多くなりましたライトもねちょびっとやってるんですけれども、えー、ちなみにキャッチャーは私やったことないです試合中はですねあるのはこの練習のブルペンキャッチャーあのピッチャーが投球練習するときに受けるキャッチャーだけやってました しかかも高校時代になってからですでちなみにその私がこうキャッチャーに、ね、座ると大体複数人のピッチャーが「親方はやっぱ投げやすいな」と「あのやっぱ横幅がでかくてどっしりしてるからこう的もね大きくてしかもどっしりこう、ね、構えてくれ取れるから」っていうのはねよく言われましたでも私の場合特にいいがいいからね取ったら「アイスボーン!」とか。 おっしゃいねーとか言ってね、異勢よく言って見、ま、たんで、まあ明るい雰囲気でやってましたけども、えーまあ私はね、キャッチャーね、かがむのが大変なんでね、結局できないんですし、し、んそうなんといっても配球が下手くそなんでですね、えー、キャッチャーにはやってません。えーまあちなみにですね、もう最近はもうほんと体重が増えまくってですね、えーもう初見でこう、 野球出身ですかって言わ,言われなくなりましたね。だいたい髪型は私坊主頭とかそれに近い感じなんで野球とかいうのは昔よく言われてたんですけれども,も最近は「あんちゃんあの柔道しよったんね」とかねあ「ラグビーしよったんやねんかい」ってよ言われますけどもね残念ながらやっておりません。というかまあ高校一年の時は実は1年間だけ私柔道部にいました。まあ怪我したっていうのもあるんですけれどもであとラグビーはですね高校入った時相当勧誘受けましたね。 もう入学した時は私体格が大きかったのでもう部員もそうですしあの顧問もね絡めてお前ちょっとラグビー戦かって結構絡まれたんですけど申し訳ございませんあの柔道と野球の道を進ませていただきましたえ続きまして監督顧問に間違えられるこれもね本当はありますねえ一回は私です中学校の時にですね えー、県外まあ具体的に言うと熊本市のですね多分川尻の悠々健康ランドだったと思いますねえー、そこに行った時にですね私あのまあ大広間でですねご飯を食べてましたしかも私端っこでこう正座して食べてたんですねそしたらあるおじちゃんが来て「ああいたから来たんねうんねわ,わしあのー、いたしから来たんよ」っつってから「監督さんあのさ」ってわ私話しかけられたんですよビール使われそうだってよく見たいや私あのー 中学生ですって言ったら、ああ、ごめん、あんちゃん、あんた、体格でかかったっけ監督かと思ったわって、ガチで間違えたことありますね。あと、この、中学校の時、野球部のですね、記念撮影、まあ、県大会の時とか、あと、卒業写真とかでですね、集合写真撮るんですけれども、まあ、親方、あんた、監督よりもなんか、凛々しいというか、風格がある顔しちょんなって、これは監督に間違われるなって言われたことありますね。で、そしてですね、なんといっても、高校時代ですね、 本当よく私、監督とそっくりでもう、当時の監督というか、今、あの、大分舞鶴にね、の監督さん、ね、河村監督だったんですけれども、もう体格も本当にり二つで、えー、もう目もね、あの、実はね、二人ともパッチリ二人で大きいんでですね、本当監督に間違えられて、よく、まず他の部活からですね、よく間違えられましたね、おちは、ああ、先生かと思いましたとか言ってね、よく剣道部とか間違えられたんですけれども、あの、 次第にそれがですねだんだんと部員からも間違えるようになって私がそのグラウンドに入ると「お前ちょっと監督来たかと思ったよねえかほんとマジビビらせんなよ」とか言ってから「お前そっくりすぎるんだよ」とか言ってからなんかいろいろ怒られたことありますけれどもねまあほんと体格大きいとですね監督っていうかもう大人っぽく見えるというところでですねよう間違えられました、えー、続きましてバッターボックスに立っただけで応援席から 無駄に歓声や笑いいがあれるととうことでですねあのやっぱ体格を聞いたら目立つんですよ。で、しかもバッターボックスに立つ。ね、みんな視線はピッチャーかバッターなんですよね。で、そのバッターがでかい。なんかまるでベイブ・ルースが来たような感じで、観客から、おお、なんかでかいの来たぞとか。ね、特にあの中学校とかの時は、 もう相手とか自,自分とこのチームの保護者が「うわ」ーとか笑いが誇ってる聞こえるんですよ私。なんかこいつやってくれるなとかなんか打ったたら飛びそううととかいよううなことをよく、ね、言われました特にこの社会人とか大,、ね、大学になってからは「あんた親方ってやっぱこうバッターボックスだつと相手から見た分相当脅威に見えるな見た目だけは」と。

あのー、余談ですけどここ書かなかったんですけれどもこれ多分私だけの話かなと思うんですがあと私自身結構ですねデッドボール率が高かったんですよもうとにかくデッドボールをね食らうイメージお腹とか背中にやっぱこうお腹かがポコッと出て,て表面積があって避けきれないもうインクをピッチャーインコース攻めてね言うんですけどそれがポコッと当たって結構ね私デッドボールね率が高かったです。そして出て出 牽制にあうと、なったことも一回あります。さあ、続きまして、なんだかんだで、打球はよく飛ぶ。ですね。あのー、まあ、私もそうですけれども、例えば、こう、中学校の時に、あって、打ち損じ、アウトコースターも打ち損じて、バッタが途中止まったんですね。止まっても、パーンって、そのまま、ライト線、ギリギリ、深いとこ行って、ツーベースヒットってこともありましたし、まあ、大学とか社会人で、こう、ブランクがあっても、あの、すんごい速い球でも、 パって当たればあ、意外とレフト前にパーンってクリーンヒットが飛んだり、あと去年あのバッティングセンターの動画149挑戦した動画でもあったんですけど、まああの若干当たればですね、ホームランにはならずどもヒット性の強い当たりは結構出るんだなと。で、ね、なんだかんだで体重があるとやっぱ球は飛ぶんですよ。例えばあの昔ねスモールキッだった小西木さんが現役引退後だすぐだったと思うんですけれども。 えー、当時多分メジャー現役だったと思います野茂英雄さんと、まあ、プライベートでこう野球対決、ね、してるあの番組見たことありますけれども、まあ、野茂選手も、ね、力抜いてたんでしょうけども、まあ、最初小小錦さんが何回も空振りするんですが最後の球をですね小錦さんね野茂選手のメジャーリーガーの球をポンと打ってレフト前に運びましたけどねすごかったですね。まあ、手加減していいるとはいえこのの現役のメジャーリーガーリガ からですね、えー、野球選手でもない小西木さんがパーンってねレフト線に打ったのはやっぱパワーすごいなって思いましたしあの松村邦人さんモノマネの私も似てるんですけどねバウバウねあのー、まあ松村さんは山口でこうね農業高校で野球部のキャッチャーをやられてたんですけれども、えー、一回なんか東京ドームでですねこう若い頃こう野球の対決テレビ見ましたけど松村さんが引きつけて打った球が東京ドームですよ。 あの、レフトスタンドにポーンってね、あの、てかフェンスに直撃する当たりがあって、やっぱパワーすごいなと思いました。ね。だから、ま正直やっぱ体重があると、パワーってやっぱ結局あるんですやっぱそこそこ。球はやっぱ飛ぶんですよ。ただね、一般的に足が遅くなんですよね。ドカベンカガーは打つけど足が遅いって言われてたって聞きますけれども、まあもちろんあの、体格大きくても足速い人とかいっぱいいますけれども、一般的にはやっぱ足が遅いということで、ランニングホームラン級の当たりも、 ツーベースで終わるってことはよくありましたでよく私の場合あの代打で出てですねツーベースヒット打ったらすぐダイソーに変えられてましたけどもねえー、けどやっぱり飛ぶのは飛ぶんですよねでただですねもう一つこれ、ね、よくあるのが当たれば飛ぶというねえー、話ですけれどもあの結局ね当たれば本当ホームランがパーンって出るような感じなんですけれどもなかなか当たらないっていうか助っ人外国人でよく言われている説ですね まあこう私の場合は特に下手くそでミート率が低かったっていうのはあるんですけれどもね、まあ、当たれば飛ぶっていうね定説でございます最後にですねベルトが裏返るズボンがピチピチこれはもうよくありますねあのー、私もよく経験してるんですけれどもね お腹が出てるもんでね、ベルトがピラッてこうね結構あの相、ー、手チームでそういうね太った選手も <laughs> ねおっきいお腹大きい選手とかよくなってましたし監督さんでそういう監督多いですねあのー、大阪桐蔭のですね監督さん西谷監督さんもよくズボンね上に引き上げてますけど私もあれよくやりますあとですねズボンがほんとピチピチでですねほんとお前、まあ、はち切れそうやなとかうよく言われてました であとですねこれはまああくまでも個人的な話なんですけれどもまあ太ってるっていうところもあるんですけどね股がこうね擦れるということで股ずれが本当夏に頻発しますこれほんと地獄ですよすれすれてもうね歩くだけでもこうヒリヒリ痛,か、ね、痛くてですねなかなかこうねあと尾を引くんですよね、まあ、ただですね痩せていてもですねうちの高校の時に同級生エースはよく股ずれやってました やっぱピッチャーってねこうね足使ったりしますからえーね、まあ一概に太ってるからというわけではないんですがまああのとにかくズボンとねベルトはねよくあることでございます。えー、ということでですね以上12個ちょっと長らくですね、えー、ご説明いたしましたがいかがでしたでしょうかあもちろんですねこれ以外にもいろんな、えーね、あるあるねございますしねそれで、ね、各部員の皆さんにとってもうきっとある君だけの。 ね、あるあるっていうのはね、まあ、きっとある「君だけの甲子園」の今スローガンのパクリなんですけれども、ね、たくさんあると思いますがまで、あ、ででもこれ一例すすし、えー、私のの親方なりの考えですでまたこの他にもですね何かネタがあるとかもしくはリクエストがあればまた第2弾第3弾と、えーね、紹介してまいりたいと思いますまあこれを機にですね野球について面白そうだなとかね興味持っていただければ幸いでございます。 今回もですね、最後までご付き合いいただきまして、ありがとうございました。よろしければですね、今回面白かったよとか、野球っていいなとか、親方頑張ったやんってね、思われた方は、ぜひあの、高評価、いいねボタンを押していただけると、大変、ありがとうございますね、そしてチャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします噛んじゃったな、んかもうね、西美高校ね、ティモンティみたいになってますけれども、えー、野球の話題ですね、これからも、 えー、特にこれから高校野球がまた7月かはじ、ね、えー、甲子園予選各地で始まりますが、もう大分の値も少しでもですね、えー、ご紹介できればと思ってますし、野球全体で言えば、あのー、ですね、大分ビーリングスね、九州のアジアリーグのもですね、ちょくちょくまた見に行こうかなというふうに考えております。ぜひ今後ともね、末長いお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、ゲームセット